ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、人類が滅亡の危機に直面する可能性のある18のリスクについての最終回よね。ああ、その通りだぜ。前回、前々回の動画がまだの方は、概要欄にリンクを載せてあるので、先にそちらを見てもらった方が、面白さが倍増すると思うぜ。前の動画がまだの方は、ぜひ、そちらもよろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。人工ブラックホールが地球を飲み込む？人工ブラックホールってどういうこと？霊夢もセルン、欧州原子核研究機構は知ってるだろ？名前は聞いたことあるわ。なんか、地下を掘って、山手線くらいのでっかい実験装置を作って、怪しい実験を繰り返してるところでしょ？そうそう、その素粒子物理学研究所のセルンだ。ちなみに、その地下にある実験施設の、大型ハドロン衝突型加速器 LHC は、なんでも全周が約 27km もあるみたいだぜ。その長さで地下をくり抜いてること自体が驚きよね。だな。ところで、このリスクってもしかして、そのセルンの LHC とやらで、実験中に、もしも人工ブラックホールができたらどうするんだ、ってことかしら？ピンポーン、正解だ。実際、フランスで訴訟が起こされて、裁判沙汰にもなってるみたいだが、セルン側の言い分としては、多分、この程度のエネルギーだと、ブラックホールはできないと思いますよ。もしもできたとしても、とっても小さいものなので、多分、すぐに消えてなくなるんじゃないかな。とのこと、多分じゃ困るのよ、多分じゃ。もしも予測が間違ってたらどうするのよ。そんな物騒な実験は、せめて、冥王星とかでやってほしいものだわ。そうだよな。本音で言わせてもらえば、冥王星でも近いくらいで、もっと離れたところでやってほしいぜ。本当に、その実験って、続けてて大丈夫なの？安全性については、正直なところ、誰にもよくわからないらしいぜ。マジ？取り返しのつかないことにならなければいいけど、なんだかとっても怖いわね。今のところは、まだ、知られてる範囲では、とりわけ大きな事故は起きてないみたいだが、なんだか、この実験を始めた頃から、世界に不思議な現象が起き始めてるのではないか？なんていうものも、ちらほらいるとかいないとか。どういうこと？それについては長くなるので、また、別の機会にでも話そうかと思う。オーケー、わかったわ。人類を超える知能を持つ生物が出現。これって、もしも人類が猿から進化したのなら、人類自体も進化の途上にいるわけだから、その人類からさらに進化した次の進化種が出てきてもおかしくないってことかしら？まあな、もちろん、その可能性もゼロではないとは思うが、ここで問題に上がってる人類を超える知能を持つ生物というのは、どちらかというと、そういった自然発生的な突然変異種ではなく、動物実験とかで人類が人為的に作り出す、ハイスペックの人造種のことを指しているぜ。ふむふむ、なるほど。あ、そういえば昔見た映画に、ディープブルーっていうのがあったんだけど、パーキンソン病を治す薬を作ろうとして、サメの脳に手を加えてたら、サメがめっちゃ頭良くなっちゃって、大変なことになるって話よ。その映画、私も見たぜ。あれは怖かったよな。サメが海に逃げちゃったら、もう私たちが捕まえることは、おそらく無理だろうからな。そうね、広い海では彼らの天下よね。それと、サメは一応、水の中でしか生きられないから、まだ人類も、なんとか対抗できるかもしれないけど、陸にいる動物や、空を飛ぶ鳥やなんかで、人類を超える知能を持つ生物が、大量に出現したら、かなり厄介なことになりそうよね。だな。DNA を設計し、生命システムを自由自在にデザインして、新たな生物種を生み出すというのは、大きな魅力を秘めてはいるが、と同時に、もしも、人類を超える高度な知能、驚異的な運動能力や再生能力、圧倒的な繁殖力やなんかを与えちゃうと、それこそ人類が、一気に駆逐されて絶滅してしまう可能性があるので、十分気をつけなくちゃだぜ。そうね。もしかしたら、私たち人間の遺伝子を改造して、人類の亜種みたいなものを作り出してしまい、そういった新人類みたいなものに、私たちが取って代わられる可能性もありそうね。怖い話だが、それもあり得るな。危険な異星人、エイリアンを呼び寄せる。かの有名な天才理論物理学者、スティーブン・ホーキング博士は、生前、アメリカのディスカバリーチャンネルのテレビ番組で、人類と宇宙人との接触は、人類にとって良い結果をもたらさないので、宇宙人とのコンタクトを試みるべきではない、と主張していたそうだ。
ふむふむ、そうなんだ。話に水を差すようで悪いけど、凡人の私が考えてもそう思うわよ。もしも母性が環境破壊とかで使えなくなって、移住先を探してる者たちがいたとした場合、自分たちが住める環境に改造できそうな星を見つけたとしたら、そこに先住民概要がなんだろうが、何も躊躇することなく占領すると思うわ。おそらくそうだろうな。また、そこまで切羽詰まった状況じゃなくても、ちょっとでも貴重な資源が取れそうなら、迷わず根こそぎ奪っていく者たちも多いんじゃないかしら？だよな。あるいは仮に、大多数が未開の星の種族に対して、心優しい穏やかな考えの人たちだったとしても、どんな集団にも、凶暴で頭おかしい輩は必ず一定数いると思うので、もしも地球を訪れた者たちが、その凶暴なアタオカ連中だった場合、やはり一瞬で、人類はゲームオーバーになりかねないわよね？確かにな。スティーブン・ホーキング博士によれば、人類がエイリアンとの未知との遭遇を果たすということは、コロンブスがアメリカ大陸を発見して、アメリカの先住民があっという間に征服された時と同じような状態になりかねないんじゃないかと。もちろん言うまでもなく、やられた先住民の方が人類よね。ああ、そういうことになるな。また、2017年に中国にある世界最大の500メートル球面電波望遠鏡が、宇宙からの信号らしきものを初めて受信したと伝えられた時も、ホーキング博士は、応答するな、応答するな、と必死に警告していたそうだ。結局、その信号には応答しなかったの？どうなったかはよく知らないが、多分応答したんじゃないかと思うぜ。てげえ、やっちまったわね。太陽が地球を飲み込む。あら、これってどういうこと？私たちの太陽の寿命は約100億年と言われているが、寿命が近づくと太陽は今よりもかなり大きく巨大化して地球を飲み込んでしまうそうだ。そうなの？ところで太陽って今何歳くらいなの？今はだいたい46億歳って言われてるな。なんだ、脅かさないでよ。まだ50億年も先のことじゃない。ただ飲み込まれるのは50億年先でも、ひとたび太陽の活動に異変が生じて、太陽が今より暑くなっても冷たくなっても、地球の気候に多大な影響を及ぼすので、私たちは大ピンチらしいぜ。そうなの？言われてみればそうよね。ちょっとでも寒くなれば氷河期の到来、ちょっとでも暑くなればこれまた大惨事。考えただけでゾッとするわね。超新星爆発によるガンマ線バースト。この超新星爆発って何のこと？超新星爆発ってのは、太陽の質量の8倍以上の重い星が、進化の最終段階で引き起こす大爆発のことだな。へえ、重たい星が最後に爆発しちゃうんだ。ああ、とにかく凄まじい大爆発で、その明るさは銀河全体を照らすほどらしいぜ。うろう、それはすごいわね。その時に、大量のガンマ線が、数秒から数時間にわたって閃光のように放出される。それがガンマ線バーストだな。なんだか聞いただけでヤバそうな雰囲気ね。ガンマ線って確か放射線の一種よね？ああ、ガンマ線は放射線の一つだぜ。ガンマ線バーストについてはまだその発生のメカニズムがいまいちよくわかってなくて研究中らしいが、とにかくその威力の凄まじさだけは一級品らしいぜ。ところでその超新星爆発によるガンマ線バーストってどのくらいすごいの？一説によると、超新星爆発を起こした恒星から半径5光年以内の惑星表面に住む生命体は絶滅し、25光年以内の惑星に住む生命体は半数が死に、50光年以内の惑星に住む生命体は壊滅的な打撃を受けると言われている。うげえ。何よ、その凄まじい威力は、まさに悪魔そのものじゃないの？今のところは、超新星爆発を起こす可能性のありそうな、アンタレスやベテルギウスは、地球からそれぞれ、約600光年と約640光年離れてるので、それだけ離れていたら、おそらく、地球の大気が守ってくれるんじゃないかと思うぜ。そんなに離れていても、ガンマ線が地球に届くこと自体にびっくりだわ。ちなみに、地表にいるよりも、地中深くにいた方が安全なのよね？一応、そのように言われてるみたいだな。なるほどねー。そういったリスクのことも考えると、テクノロジーの発達とともに、惑星の表面じゃなくて地中深くに住むという選択肢が出てくるのが、なんだかうなずけるわね。だな。太陽嵐による電力システムの崩壊。太陽嵐って何？太陽嵐というのは、太陽で発生する大規模な太陽フレアによって、太陽風が爆発的に放出される現象のことだな。そうなんだ。
その時放出される電磁波や粒子線などが地球に降り注ぐことにより地上や人工衛星に多大な被害をもたらす可能性が指摘されてるぜ。確かに甚大な被害は出そうだけど、それで人類滅亡の危機ってのはちょっと大げさすぎやしない？それがそうでもないらしいぜ。この太陽嵐による電力システムの崩壊の何がヤバいのかっていうと、実はその起こる頻度と危機感のなさ、つまり私たちの認識に問題があるようだ。起こる頻度と危機感のなさ？ああ、この太陽嵐っていうのはもう過去にも何度も起きていて、数十年に一回くらいは大きなものが平気で起こるらしいぜ。へえ、でかい太陽嵐ってかなりの頻度で起きてるのね。だから私たちが生きてる間にドカンとやられる可能性があるにもかかわらず、あまり問題に上がってないこと自体が問題なんだ。でもそれって過去に何度も起きてるんでしょ？それで特に大きな問題になってないなら今度も大丈夫なんじゃないの？普通はそう思うよな。だがこの太陽嵐の怖いところは、電気製品や電子機器、電力システムに多大な被害をもたらすところなんだが、数十年前まではまだその手の機器やインフラがそんなに整ってなかったので、被害がそれほど目立たなかっただけなんだ。ふむふむ、なるほど。確かに考えてみれば、現代社会に暮らす私たちの生活って何から何までほとんど電気が使われてるわね。それが一気に止まっちゃったら確かにヤバいかもしれないわね。だろ？これはまた機会があれば詳しく話したいと思ってるが、とにかく太陽嵐のでっかいやつが来たら、人類が滅亡するくらいのリスクがあることだけは絶対に忘れない方がいいと思うぜ。わかったわ、覚えておくわ。これで18個の人類滅亡リスクが全て出揃ったってわけね。そうだな。知ってるものから知らないものまでいろんなリスクが紹介されてたけど、半分以上は今すぐ起きてもおかしくないものばかりなので、なんだか今日から寝つきが悪くなりそうだわ。まあ必要以上に心配してもしょうがないので、あまり気にしなくていいと思うぜ。そうね、そうするわ。ところで18個のヤバいリスクの中で霊夢が特に印象に残ったやつはあったか？そうねー、私はやっぱ一番最後に出てきた太陽嵐による電力システムの崩壊ってのがなんだか妙に気になるわね。ちなみにその太陽嵐についてだけど、太陽嵐って太陽活動が活発になるって言われてる極大期とかと何か関係があるのかしら？ああ、どうやら関係あるみたいだぜ。はっきりしたことはまだよくわかってないみたいだが、これまでの過去の観測結果からすると、太陽の極大期ってのは最大限の注意を払って警戒した方がいいらしいな。やっぱそうなんだ。ちなみに次の太陽の極大期っていつになるの？次の太陽の極大期は2025年の7月らしいぜ。2025年の7月？それって世界中のいろんな予言者が何かが起こるとかって言ってる時期とドンピシャじゃないの？そうかもな。2025年の7月って言ったら都市伝説界隈ではめちゃめちゃ有名な数字よ。次の太陽の極大期が2025年の7月になりそうってのは間違いないのよね。 NASA、 アメリカ航空宇宙局の太陽観測衛星 SDO とかが常時太陽を監視していて、太陽の極大期の予測時期に変更のアナウンスは出てないみたいだから、今のところ2025年の7月頃で間違いないんじゃないかと思うぜ。マリサがしょっちゅう眺めてるあの太陽観測衛星ね。太陽の活動が活発になってくると太陽表面の黒点が増えて、太陽フレアや磁気嵐がバシバシ発生するみたいだぜ。やば。太陽の次の極大期が2025年の7月だってのは聞かなかったことにするわ。それじゃあ人類滅亡リスク18選その3の話はここまでにするが、今日の話がほんのちょっとでも面白いと感じてくれた方は、ぜひ、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。お願いします。それと、一番ヤバいんじゃね？って感じた人類滅亡リスクや感想なども、自由に書き込んでもらえると嬉しいぜ。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。